どうもお疲れ様です YouTube ね、確かにね、そんなに回らなくなってきたし、100再生とか、そんなにいかないですね。ライブ放送すると100再生は超えるんですけども、あのアーカイブを込みでね。だから、ライブ放送しつつ、それがアーカイブに残るっていう形は、まあ、私の情報発信の柱になってるかなと思いますね。それからね、単発で出すやつも、そのやっぱりねあの、トレンドというかな、トレンドの逆は結構いくかな。あの 今年に入って1月ぐらいだったんですけど暗号通貨のやつをバーッといったわけですよそしたらそれはねアクセス結構伸びてで今暗号通貨の情報発信する人がまた増えたんでそれはちょっと手を緩めていくところかなとやっぱこうなんかあんまり発信者が少ないやつを逆張りでいくとそこにはねあのあ動画落ちる落ちるみたいな感じで来るのかなと思いますしあとねあの ちょっとねコンプライアンスがきつくなってきてちょっとした表現でももうちょっとダメみたいなのが目につくかなってところですねだから都市伝説系は軒並みもう全然死んでいって動画更新してるのに全く通知が来ないみたいな感じですよねそういうので厳しくなってるのかなとまあいろいろと思いつくところあるんですけども私は基本的にメルマガで既存のあのねそっか時価の熟成さんにお届けしてるのが主なんで新規を ね、どうこうこっていうのはあんんまりないんですよねでもまあ新規さんねまたね今月70人ぐらい増えてついに1万5,000人突破したんですよチャンネル登録で1万5,000人目はすごく近所の方で <laughs> なんかメッセージいただきましたね、うん、あのやっぱりそういうふうな私的にはねあここ俺の住んでるとこじゃんみたいなやつを出すとなんかそのいい感じになるかなって気はするんでドライブ動画で、えー、まあ特定のね 地区が特定できるような記念碑とか店とか道路とかっていうのを、ちょっとたまにやってるとこですね。いらっしゃい